メディアを再生するマプドゥン軍を話す人マプチェ語、またはマプドゥン軍、マプドゥン軍語は、チリ中南部とアルゼンチン中西部でマプチェ族が話している、ウィリチェ語に近縁なアラウコ語族の言語である。マプズ軍、マプズングとも表記される。以前は、スペイン人がマプチェ族につけた名前と同じアラウカの語と呼ばれていたが、マプチェ族は、スペインの植民地支配の名残として、 これを避けている。マプデュン軍は、チリとアルゼンチンの公用語ではなく、その歴史上、政府の支援をほとんど受けていない。チリ政府は、チリ南部のマプチェ族の地域で教育を受けられるように、することを公約しているが、両国の教育制度では、教育言語として使用されていない。マプデュン軍の標準的な表記方法として、どのアルファベットを使用するかについては、現在も、 政治的な議論が続いている。チリには約14万4000人、アルゼンチン中西部には約8400人の母語話者がいる。2013年現在、都市部の話者の2.4%、農村部の話者の16%しか子供と話すときに、マプドゥン軍を使わず、チリ南部の10から19歳の話者のうち、マプドゥン軍運用。 能力が高いのは3.8%に過ぎない。チリスペイン語話者でマブドゥン軍も話す人は、スペイン語を話すときに非認証代名詞を多く使う傾向がある。アルファベットによって、t の音は、ch、または c は、グラム、または、なんと綴られる。この言語は、土地の話、または、人々の話と呼ばれている。n が二つの言葉をつなぐこともある。 このように、言語名の書き方はいくつかある。モーリアンらは、インカ帝国が台頭するよりもずっと前に、プキーナ語がマプチェ語に影響を与えていたと主張している。プキーナ語の影響が、マプチェ語、アイマラ語、ケチュア語に、同婚語が存在する理由として考えられている。モーリアンらは、以下のインカ期以前の同婚語を確認している。太陽、月、魔法使い、潮、母。 このような地域の言語的影響は、千年頃のティワナク帝国の崩壊に伴って発生した移住者の波と共に到来したとも考えられる。それ以降では、インカ帝国に関連したケチュア語族やスペイン語からの語彙の影響もある。インカ帝国の支配の結果、1530年代から1540年代にスペイン人が到着した時点でアコンカグア帝国のマプチェ族は、 マプドゥン軍と帝国ケチワ語の二言語を使っていた。マプドゥン軍と近縁の言語であるウィリチェ語が支配的なチロエ諸島では多くのチョの語の地名が発見されていることから16世紀半ばにスペイン人が到着する前にマプドゥン軍がチョの語にとって変わったことが示唆されている。また歴史学者のホセペレスガルシアが提唱した説では先スペイン時代に クンコ族がチロイ島に定住したのは、北方のウィリチェ族がマプチェ族に追いやられた結果であるとしている。16から17世紀の中央地理は、居住地を奪われた先住民のルツボとなっていたため、17世紀にはマプチェ語、ケチワ語、スペイン語がかなりの二言語性をもって共存していたと主張されてきた。しかし、チリスペイン語に最も影響を与えた。 先住民の言語はマプチェ語ではなくケチュア語である。植民地時代には多くのスペイン人とメスティーソがマプチェ語を話していた。例えば17世紀のバルディビア洋裁軍の兵士の多くはマプチェ語をある程度理解していた。17世紀から18世紀にかけてチロエ諸島の住民のほとんどは二言語話者であり、ジョンバイロンによると多くのスペイン人は 地元のウィリチェ語の方が美しいと考えて好んで使っていたという。同じ頃、ナルシソでサンタ、マリア知事は島に入植したスペイン人がスペイン語をまともに話せず、ベリチェ語を話せたこと、そしてこの大二言語の方が使われていることに不満を抱いていた。マプデュン軍はかつてチリ中央部で話されていた唯一の言語だった。マプチ族の社会言語学的状況は 急速に変化した。現在では、マプチ族のほぼ全員がスペイン元のバイリンガル、またはモノリンガルである。バイリンガルの度合いは、コミュニティや地理社会への参加、伝統的な生活様式、または現代的、都市的な生活様式に対する個人の選択などによって異なる。言語学者のロバート・エイ・クロースは、マプデュン群を8つの方言のサブグループに分けている。 サブグループ I は、アラウコ県を中心とし、サブグループ2は、アンゴル、ロスアンヘレス、ビオビオ川の中、下流域の方言である。サブグループ3は、プレンを中心としている。ロンキマイ周辺では、メリペウコとアリペン川の方言サブグループ4が話されている。サブグループ V は、ケレ、ブディコ、トルテンなどのラアラウカニア州の沿岸部で話されている。テムコは、 今日のマプチェ族の領土の中心地である。テムコ、フレーレ、ゴルベア周辺では、サブグループ6が話されている。セブン軍は、バルディビア県トップコン、クラレウェで話されている。最後の方言サブグループは8で、ランコことブエノ川の南方で話されている。ウィリチェ語で、他の方言とは相互に理解できない。これらは、北部、中部、中南部、 南部の4つの方言グループに分類される。さらに、これらは8つのサブグループに分けられる。I と2、3、4、V、7、8。3、7のサブグループは、I2 や8よりも互いに密接な関係にある。クリースはこれらの関係を、リカルド・イーラ・チャムが提唱した、マプチェ族の起源説と、証拠はないが一致すると考えている。 アルゼンチンのニューケン州とリオネグロ州で話されているマプデュン群はチリの中央方言グループのものに似ているがアルゼンチンのラパンパ州で話されているランケル号は北方ことグループに近いものであるマプデュン群には部分的に予測可能な対照的でない強制がある強制のある音説は一般的に最終音説が平音説の場合はそこであり 最終音説が開け音説の場合はその前の音説である。音素的な成長はない。マプドゥン軍の強制のあるタンボイン、シダウスキーへ通るより、放棄会議を意味するマプドゥン軍の落書き。マプチ族はスペイン語が到来する前は初期体系を持たなかったが、現在その言語はラテン文字で書かれている。この記事で使用されている聖書法は、 アルファベットマプーチウナファコドに基づいているが、チリの言語学者や他の人々がこの言語の多くの出版物で使用している体系、競合するレイジェリオ、ムヒューン、ツムチフィエの体系にはすべて支持者がおり、当局、言語学者、マプチ族のコミュニティの間で合意はまだない。同じ単語が初期体系ごとに大きく異なって見える場合がある。例えば、会話、または、 物語という意味の単語は、グベクサム、ジャイトラム、またはウガトラムのいずれかで記述される。2006年後半、マップチ族の指導者たちは、マイクロソフトが Windows オペレーティングシステムのマップドゥングムへの翻訳を完了した時にマイクロソフトを訴えると脅迫した。彼らはマイクロソフトがそうするためには許可が必要なのに許可を求めていなかったと主張した。 この出来事は、マプチ族の標準的なアルファベットになるべき、アルファベットをめぐる、より大きな政治的闘争に照らしてみることができる。メサ、ミューミュール、ワイティマムルニーミュール、エヌミツクプエーエエル。テーブル LOCB インド、サンエスエスザウッドポース B ノンルニエス、ポースユーズ NRLD ノンル、テーブルの上に、あなたが使うべき木がある。コンン、 入るのような自動詞の直接方現在の活用表は次の通りである。一部の著者が逆システムと表現しているものはペン、ミルのような多動詞の変化型に見られる。自動詞形は以下の通りである。多動詞形は次の通りである。三人称が一人称や二人称と相互に採用する場合は直接型と逆型があり、話し手に選択の余地はない。 二人の三人称が相互に作用する場合には、二つの異なる形がある。直接形は、動作主が主題的である場合に適している。逆型は、非動者が主題的な場合に適している。したがって、キュエントルー・バファイキドーモは、男が女を見たという意味だが、キュエントルー・ピーキドーモは、男が女に見られたというような意味になる。しかし、これは、 受動公文ではなく、受動体を使うと、キュエントルー、ベンジー、男が見られた、誰かが男を見たとなる。そのため、男を見たのは、女だったと訳すのが良いだろう。地理教育省は、先住民族の言語を教育に取り入れることを目的として、1996年に、異文化間バイリンガル教育局を設立した。国内のマプチェ族人口の50%が、 サンティアゴ周辺に居住しているにもかかわらず2004年になってもサンティアゴの公立学校にはプログラムがなかった。マプチ族の生徒の30.4%は8年生として卒業できず貧困率も高い。言語復興の取り組みの多くは農村地域で行われており、これらの取り組みはマプチ族の人々に様々な形で受け入れられている。オルティスによると学校で マプドゥング語を教えることで自分たちの子供が他のチリ人に遅れを取ることになると感じている人もいるという。このことは植民地化の直接的かつ永続的な影響として自分たちの文化がチリ政府によって長い間切り捨てられてきたために残念ながらマプチ族の中には自分たちの言語を無価値なものとみなしている人もいることを示している。公立学校では マプドゥン軍の授業は行われていないが、教皇調律チリカトリック大学などチリの一部の大学では、限定的にマプドゥン軍の授業が行われている。マプドゥン軍の公式化と標準化は、1606年にイエズス会の司祭ルイス・デバルディビアが出版した、最初のマプドゥン軍の文法書、アルテ・ワイ、グラマティコ・ゼネラル・デラ・レンバク・コレ・イ・エヌ・トゥ・ドゥ・エル・レイのデチリによって行われた。 さらに重要なのは、文法と辞書で構成された、イエズス会のアンドレス・フェイバースによる、アルテ・デラ・レングイ・ゼネラル・デル・レイのデチリがある。1776年に、ラテン語で書かれた3巻の書籍、チラ・デュー・グー・サイブレス・チャイリーンズスが、ドイツのイエズス会誌、ベルン・ハルト・ハベシュタットによって、ベスト・ファーレンで出版された。フェブレスの著作は、1810年から、 マプチェ族が住む地域に赴く、宣教師の基本的な準備として使われた。1846年には訂正版が、1864年には辞書を含まない、ようやく版が完成した。フェブレスの本に基づいた作品として、1888年にイタリアのオクタビアーノ・デニザが書いた、ブレーベメトド・デラリンガー・アラコナ、ワイディツヨナーリオ・イタロア・アーウシュアーのいいバイスバースが、 ある。1928年にバルディビアのサンフランシスコ修道院で起きた火災で消失した。これまでで最も包括的な作品はオーガスタによる作品である。サラスは専門家以外の人のための入門書で民族学的な紹介と貴重なテキスト集も備えている。ズニガは完全な文法的、説明、二言語辞書、いくつかのテキスト、 テキストを録音したオーディオ CD を収録していている。スマイツ及びズニガは専門家専用である。フェルナンデス・ガライは言語と文化の両方を紹介している。キャトリリオとハーナンデス・ラモスの辞書は3言語で書かれている。辞書マプドゥン群の教科書。ありがとうございます。